練習してましたね。ずっと言ってましたよ。これは走り込んでドンみたいな。アップでもずっとやってたんですよ。できますかね。父親にもやらせて。それで倒せなかったらお前もやめろみたいな感じで言われてたんですよね。僕はもう変に芸能人とかになりたいってわけじゃなくて、僕の試合をこう見て、僕がこうインパクトのある試合を残して、そういう試合をしていけば、まあ、必然的にそういう知名度だったり、そういうのがこう後々ついてくるんじゃないかなって思って。まだあります。まだ時間は1分10秒。さあ飛び込んで、それで倒せなかったらお前もやめろみたいな感じで言われてたんですよ。